里中のやつ大丈夫かな。昨日はいろいろありすぎたし、元気になってりゃいいけど。あ、おはよう。その、昨日はいろいろありがとう。なんか恥ずかしいっていうかさ、よく考えたら二人には本音とか全部見られちゃったわけだし。気にすんな。確か花村も私みたいになったんだよね。花村の時はどんなだったわけ？え、なんていうか。そういや、お前の時は何もなかったよな。うん、裏表のないやつだからか。ふん、君は何もなかったんだ。けど君って確かに裏表とかない感じする。ちょっと不思議な感じっていうか、天然系の魅力っていうのかな。そういうのあると思うよ。うん。天然系の魅力っていうのかな。そういう。うん、褒めてる褒めてる。天然って褒めてるか？とにかくさ、今はユキコを助けるのが一番重要だよね。私もやるから、仲間外れとか絶対なしだよ。やっべ、まだトイレ行ってねえよ。ねえ、あのさ、ありがとね、助けてもらって。花村も頼れるんだけどさ、けど君ってやっぱり不思議っていうか、なんか頼れそうな気がするんだよね。あ、そうだね、必要だもんね、これから。雨が降ったらその後霧に注意だったよね。その前に絶対助け出そう。
Oh.
あれ？は？別に。あれ？行こう。ねえ、言いづらい。え？
ねえ。ビーフステーキ？違うよ。じゃあね。
got to leave.